エドバルド・ボアッソン・ハーゲンは、ノルウェー、ルドスビュグド出身の自転車競技選手。ジュニア時代、2004年、2005年の国内選手権、個人ロードレース優勝。2005年には、タイムトライアルも制した。2006年、ノルウェーのセミプロチーム、チームマキシボ・ビアンキに加入。2008年、チームハイロードに移籍。2009年、ヘント・ウェベルヘムでは、 アレクサンドル・クシュインスキーとの競り合いを制し優勝。エネコツアーでは、第5ステージより、総合首位に立ち、そのまま守り切って、総合優勝。2010年、チームスカイに移籍。2011年、ノルウェー選手権個人タイムトライアルを5連覇。ツールドフランスの、第6ステージの集団スプリントで取るフースホフトラ、ナミール競合を抑え優勝。また、 第17ステージでも勝利し、ステージ2勝を挙げた。2012年、ツールでは後に総合優勝を果たすことになるチームのエース、ブラッドリー・ウィギンスと総合2位となるクリス・フルームの2人のアシストとして活躍。世界選手権では最後の坂でアタックしたフィリップ・ジルベールを逃がしてしまい、2位となった。2015年、プロコンチネンタルチームである MTN、クベカ2遺跡。ニーセキ 2016年、チームは UCI ワールドツアー席になり、MTN、クベカからチームディメンションデータとなる。翌年ツールでは、僅差で勝利を逃し続けていたが、第19ステージで独走勝利。2008から2009シーズンは、マーク・カベンディッシュとアンドレ・グライペルの2枚看板がメイン戦術となる中、彼らが対応できない。 ステージなどで狙いに行くジョーカー的存在として活躍。チームスカイ移籍後は、グレゴリー・ヘンダーソンと並びスプリンターに前看板として働いてはいるが、国内 TT 選手権3連覇を含め、中級300ステージであるジロ第6ステージの集団スプリントトップ、第7ステージの制覇など、ある程度の山も越えられ、独走も強いというトルフースホフトや、 アレハンドロ・バルベルデのような平地型のパンチャーである。ありがとうございます。